はいみなさんこんにちは。えー、そしてお疲れ様でございました。2020年、えー、ここが出た満貫本試験解答速報で私はですね、えー、民法とかそれから区分所有法まあいわゆる法令ですねえー、と分野的には法令と言われるところをね担当いたします講師の小野と申しますよろしくお願いいたします。さあ改めまして皆さんお疲れ様でございました。 で今回この「解答速報」というねあのこのテーマで私お話をさせていただくんでございますがえー、っと初めに申し上げておかないとまずいかな。あの問いの一番選択肢何番答えですと、えー、そういったようなものをね期待してご覧になっている皆さんがもしいらっしゃった場合にはあの申し訳ありません。そういういいことでではないんです、えー、今回はね私とそれから太田先生と亀田先生ねまあそれぞれ 私が法令系で太田先生が規約とかねあとは適正化法とかいわゆるまあ実務的な法、えー、そして亀田先生がまあ、あの設備系とかね、えーまあ、設備会計系ですねそちらを担当するという3人で、えー、まあ、分野を決めましてまあ、そして、えー、今回の、ね、試験がどういった内容だったかということでお話をしていく。 まあだからね、えー、その回答走行というんで正解し何番何番と言っていくそういった場面ではないんです。ね、まあですからそういうのをね、えー、期待してご覧になっている皆さんはあらかじめ申し上げておかないとね、まあ、ちょっとずるいと思われてしまうと嫌なんで、えー、そういったことはやらないというふうに思っておいてください。まあただね大体私20分ぐらいお話をしようと思ってるんですがえっ、ー、とまあ途中途中ねうんとまあ そうねこれはここじゃないのっていうような、えー、まあ正解詞ね。これは何番でしょうねっていう場面があると思います。えー、ただそれはもう現段階でということね。えー、現段階。まあ試験が終わってからですね、まだね、えー、まあ3時間ぐらいしか経ってないのかな。えー、っとまあ2時間か3時間ぐらいしか経っておりません。まあそういう段階で、えー、こうだよということは申し上げてしまうと思うんですね。まあそういう場面があると思います。 えー、ただそれはまあ後日ね変更するかもしれません。そこはあらかじめご了承お願いいたします。えー、ただ私ね、まあ、問いの一番からですね、もう今年はもう順番は変わってませんでしたね。で一応ほら私はあのこうやってね、えーと、今年の令和2年度ね、マンション管理試験の問題、これを使ってお話をしようと思っているんですが、えー、まあお手元にね、問題集、まあ、の試験を受けた皆さんね、あればご覧になっていただければいいし、まあ、ただね、えーと、今年は受けてないんだけど、まあ、どんなもんかいなっていうんでご覧になっている皆さんは、 まあそうですね時々私こうやって写しますけど、えー、ただこれ解説講義ではございませんから大きさもね大体こんな感じでいきますんで、えー、ちっちゃくて読めない4とかあってもねあまりそこはすいませんね、えー、まあねあの手元にある方だけ見て頂ければいいかなという感じですでまあこれあの流れは変わってませんでしたね問いの1番からずっとねずっと <laughs> えっと問いの17番までね、まあ、ずっとね、まあ、民法系のあとは区分商標系があって。 で18番不動産投票19番ね、まあ、いわゆる円滑化法と、まあ、これで、まあ、中身はねほとんど順番とか内容は変わってませんで20番もねここから都市計画法とか始まっております、ね、いわゆるあの設備系法令ってやつね始まっていてえー、っと内容的にはね特に、まあ、変化はございませんでしたさあただですねあの私こうやってね法令です、まあ、民法と区分法を中心にお話をしていくそういう担当でございますので まあ他のね、A、分野につきましてはですねざっとしか目を通しておりませんでもねえー、っといわゆる設備系につきましては割と過去問と同じようなネタがね出ているんじゃないかなって気はしたんです、まあ、だから過去問をちゃんとね真面目に向き合った皆さんは解きやすかったかなって気はするんです、えー、ただまあ問いの1番から問いの16番あたりになってますね17番あたりかえー、っとまあ民法とか区分法に関しましては まあ過去問しっかりやっていても解きにくかった問題多かったかなって気がするんです。まあだから私をね、えっ、ー、と今印象といたしましては。まあ印象といたしましては、えー、去年よりは難しくなったんじゃないかって。ええー、法令系は難易度上がったんじゃないかって気がします。まあただね、だからといってじゃあ合格基準点がね。ええー、まあ去年は三十七点でしたが、これ下がるかっていうと、それはわかんないんです。ええー、全体五十問。 内社は四十五問ね、えー、その全体としてまあだい一桁ですよね、八パーセントから九パーセントというね合格率になっていきます。まあですからね、えー、法令が解きにくいな難しいなと思ったとしてもね、えー、全体としてはなんだ変わらないじゃんってなるかもしれません。まあそれ全体としてね、じゃあね合格点が何点になるかっていうのはこれは現段階ではね私も把握しておりませんので、それはわかんないんです。 まあ、ただね。法令系に関していくんであるならば、若干難易度は上がったかなって気がするんです。まあ過去問をしっかりやっていれば、なんだ。簡単じゃんって問題はね。あまりなかったかなって気がします。えー、それから例えばですね。えっ、ー、と、これは問いの例えばえ問いのでございますね。よいしょ、えっ、ー、と7番になっていたんですけどね。<laughs> 7番ですね。えー、問いの7番になっておりましたがね。問いの7番ですね。いわゆるあの配偶者居住権ね。 配偶者居住権もう新しい制度ズバーンと出してきましたね。えー、問いの7番ね配偶者居住権ね。えー、この新しい制度をねもう本当にもろスレートに出してきたんです。まあただですね、えー、この出し方もですねそんなに可愛くなかったんですよね。まあ我々もですね配偶者居住権という新しくできました。だから配偶者居住権というのはこういう制度ですといったようなものについてはね概略についてはやっぱりお話をしていたんですね。 ただこれえっ、ー、といわゆる専有者ですよね。まあ専有者関係を絡めて出してきてますね。えっ、ー、と長男 C の単独所有としていたんだけども、まあ妻 B のために遺言で配偶者給付金を設定しておりますと、えー、いうふうに設定しておりますので、まあ何て言うんだろう、ね、えっ、ー、といわゆる専有者ね。まあ賃借人ではございません、えー。賃借人ではございませんが専有者という形で。 b さんね、いつも b が登場しているんです。まあ、ですからね、もう単なる配偶者居住権の性質がポンと引かれたわけではなくて。まあ、いろいろね、占有者という関係も含めて聞いております。まあ、ただね、例えば、投票の七番でいきますと。まあ、ただ、まあ、選択肢四番あたりね。まあ、これはちょっとおかしいんじゃないかなという気はしますね。あの、ね、なんていうのかな、所有者が b。あ、じゃ、c ね。 A、えー、所有者が C でこれ持って占有者まあ居住権持っている方がは妻 B さんねという状況におきましてまあ何ていうかな、えー、占有者 B さんが共同の利益に反する行為を行ってるだから管理組合が配偶者居住権を消滅させるいやちょっとこれ無理なんじゃんって気がしますよね、えー、やっぱりそうできるのは所有者なんだないのかなっていうね 三者、まあ、はね、まあ、ピンときてもらえればよかったんだけど、えー、ただ、まあ、出し方がですねなんとか配偶者居住権そのものをねズバリとして設定して聞いてきたわけではないまあ、だ皆さんの中にはねえー、っと思ってしまった方もいらっしゃると思うという形で、えー、今回やっぱり法令はですね解きにくさっていうのがあったかなって気がします。でマンンション管理士の試験はですね まあ、過去問をしっかりやってる皆さんはお分かりいただけると思うんだけど、あのー、そういう傾向強いですよね。なんていうのかな全体としては正しいんだけどここ本当かなとかね、えー、この条件っていや本当なのとかねまあこの条件だったらどうなのかなとかね、えー、そういった問題結構多いんですよね。だ、まあ、だからら解説する時ににねこ、えー、この詩をせずにこだわらずに 全体としして正しいからこれは適切あるいは正しいとして考えてくださいねなんてね、えー、いうふうに解説する時もあるんですがただ一方ねいやこれちょっと意地が悪いけど意地、ね、悪いんだけど、ね、この状況はダメだよねとかねそういうのもあるんです。まあだから、ね、例えばそういうのがですねうんただこれは過去問やっていただければね、えー、分かってくださると思うんだけどってことね。<laughs> えーっとあの あれ、さん、ちょっと動ってかなえー、っとですね失礼しましたあのあれがあったんだけどなえー、っと失礼しました今ねあの問いのえっと3はいいで7でしょ問いの14かえー、っと141415あごめんなさいえっとね あの誰がですねえー、とあれをしなきゃならないかってやつがねあったんです。でまああのすいませんあの「配偶者居住権ね「あの,トイの17」にも出てるんでねえ棟の17番ねこれも配偶者居住権出ておりましたんで、うん、ちょっと配偶者居住権さっきちらっと言っちゃったんでね言と,と、えー、配偶者居住権ねこれにも出てるんですよ。でまあ2問に出てまして棟の17番ねこれも配偶者居住権の方ねスポーンってきちゃってるんだけどねえー、と来てるんでございますがっていうね まあだからね、結構配偶者居住権についてこだわって出してきてるなって印象があるんです。あとはですね、あの、要するに過去問やってますとね、えー、っと、もうね、なんか分かりやすいところがあったんだけど、えー、っとですね、ごめんなさいね、今、ちょっと私ね、うん、えー、っと、あの、ロスをしてしまったんだけど、えー、っと、見失ってしまったんだけど、あれなんです。えー、要するに誰がですね、あの、誓約書を出すかっていう問題がね、やっぱり出てるんです。えー、ただ、誓約書を誰が出しますかっていう問題があったんでございますが、ただね、 えとあずっと後で失礼しました。これは、ね、問いの25番だったかな。あそうですね,、えー、とね。民法と区分法ではございませんでしたね。失礼しました。えっ、ー、と、25番あたりね。これはあの太田先生の、ねまあ、担当なんでね。ちょっと私はあまり細かく言えないんだけど。問いの25番にね。えっ、ー、と、25番あたりに、こういうね。えー、とまあ組合はですね。まあ、誰が誓約書を提出するかなんて問題がありましてね。これはあの契約でございますから。えー、私の担当ではございませんが。 えー、こういうのもですねまあこれは誰が誓約書を、ね、提出しますかなんてやつねもう全体として正しいんです。さっき申し上げたようにね全体としては誓約書を提出するようなんだけど誰がってところね、えー、こういったところを聞いてくるものが例えば規約なんかにもあって民法なんかにもありましたあとは区分法なんかもあったんですね。 もううう素直に行こうというかね細かいことは気にしないで丸をつけましょうって問題もあればいやーそうは言ってもさやっぱりここは気をつけはいけないよねなんて側ともあってあとですねその居住権がね配偶者居住権は結構ね、まあ、問いの7番とか問いのね、えー、それからねまあ17番あたりも出ておりましてあとはですねそうだなえー、っと問いの14番になりますかねいろい四14番ね。 <laughs> これは正直言ってどうなんだろうって気がするんです。ええー、問いの十四番ですね,ね。まあ、あの。ね、問いの十四番ね。B. の A. に対する賃借人の債務について、A. との間で書面によって保証契約。ええー、しかも、極度額の話はできてますよね。極度額ね。ええー、極度額の話は大丈夫です。これ、あの、ね、保証ですよね。ねまあ、個人ね、保証。 まあ、なんいうかあのマンション管理士の話の賃借人で,で個人値保証っていうのはねまあうんレアなケースなんじゃないかなって気はしますまあただね、えー、これ個人値保証を取材してきましてまあこれも新しい制度といえば言えるんでまあ、た改正点につきましてね、えー、結構今回は取材しておりますね。まあ、さっきの、ねえー、と配偶者居住権を 二問にわたって取材してきて、えー、個人ね保証も出してきて、えー、あとはですねあのあのあれがありましたねえっ、ー、といわゆる不適合責任ね契約不適合責任あれもつばい出してきましたよね契約不適合責任えっ、ー、とそれは問いの十五番でしたね契約不適合責任ね問いの十五番出してきましたまあでこれもですねうんね何ていうかあの天井に雨漏りが発見されましたって書いてあってね。 どうなんだろう？品質なのかな？まあ、種類、品質数量で品質に該当するんじゃないかな？というところですね。まあ、ズバリ、この品質という表現を使ってこなかったりするんですね。まあ、だ改正点につきましては、かなり聞かれてるんですえー、っと配偶者居住権とかね。あとは契約不適合責任とか、えー、ただ、この契約不適合責任もあの内容的にはこれかなりね。問いの15番ですが、高度だと思います。 内容的にはねなんでかと,いうと解除の話が出てきてますでしょ解解除ね、えー、解除ねの話が出てきてきおりましてでこれはちょっと今ね契約不適合責任について公表する場面ではございませんが、あのー、契約不適合責任というのは債務不履行責任の一環というか、ね、内向されてるというかそういったものになってますね。まあだから普通契約不適合責任を出しましたらねやっぱりそうだな。 まあ選択肢一番にあったんですが過失のね司、えー、法請求でしたっけねキャッシュ法請求ねいわゆる追加請求、えー、そういったことを強調したいのかもしれないんだけど割と解除とか損害賠償なんかも出してましてね契約不適合責任は、まあ、債務不履行の一環なんで、えー、だから債務不履行責任ということにおいて解除損害賠償はできますよねって。えー、となりますと例えば奇跡性奇跡性に関しましては まあ、売り奇跡性が要求されるのはそうね、えー、損害賠償請求くらいかなってやつ、えー、他の場面では奇跡性なんか要求されてないというようなところが聞かれておるんでございますがただ今申し上げたように、えー、これは契約不適合責任の話なんだよってねまあズバリ書いてくれてないのでって感じかな種類に関しあるいは数量に関し品質に関し契約内容に適合しないものであったとかね え出してくれるんであるならばおこれかとわかったんですが、えー、そこをあえてね天井に雨漏りが発見されたとかねそういうふうに使ってくれましたまあですからね、えー、これが契約不適合責任なんだよっていうふうに読み取れたかどうかって話ねまあ読み取れたんであるならば割と解きやすかったんではないかなって気はするんですまあそうところですねやっぱりマンション監視の試験というのは、ねえー、この今回も特にそうなんですが法令につきましてはね割と細かいようなところを出していきたいとか まあそれからねまあずばりこうだよってことはあまり出さなかったとか、まあ、結構解きにくい側面があったかなと思う。でまあ例によって例のごとくね、えー、じゃあそんなに何なというかあのねまあ簡単にねあらこれ簡単に答え出せるよって問題がやはり法律の方はあまりないんですね。えー、まあそれはあるにはありましたよ。あるにはありました <laughs> ね。まあこれは言っちゃっていいんだろうな問いの3番ですけどね問、えー、の3番なんですがこれね。 まあね、区分所有法35条5号って書いてあって、ねえー、区分所有法ね、まあ、問いの3番ですが35条、ね、5号って書いてあって、ねえー、まあこれ序文番号書いてありますけど、ねまあ、ただ皆さんやっぱりこれは序文番号ではなくても内容はちゃんと分かってると思うな。ねでねあのやっぱり我々ねあの区分所有法と標準管理規約ね 法律と規約の関係はしっかり押さえてくれよって私なんかねあの講義の中では、A、規約はね標準管理規約っていうのはねもうチラ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 眺めてで標準管理規約っていうのはどういったね内容を持ってるかって押さえてくれとその前提として区分法っっててどういういなな規定になってるのってだからその法律ね、A、規区分法と標準管理規約っていうのはその法令としてチラチラ眺めてほしいよって話をよくするんですね。 まあ、そういったスタンダードの学習をしている皆さんにしてみればこれバレバレだったんじゃないえー、35条5項というねこの条文番号なんかどうでもいいですよ。はいまあ通帳は何とかを示せば足りますが、えー、な何とかなど一定の重要事項を決議するためにはその他に何を通知するか要領でしょうね要領ねで要領うはね1個しかないんですよ要領って。いやーって感じかな。 ねまあ、だからこれはまあね多分変更されることはないと思うんで一番じゃないかって言っちゃいますけどね言っちゃいますけどまあこういったね、えー、まあ要するに悩ましい問題もあれば要するに基本中の基本をしっかりと押さえている人にしてみれば、ね、なんか怪しいものがあったとしてもさ例えば「あ」なんかね「あ一1番と2番」「あ」なんかね一番と二番は同じものを使っているでしょ同じものを使っています。で今ねちょっとバレバレってバレバレかもしれないけどね、えー、これあの区分所有法ね えっとあの4分の3使いますよって感じだからちょっとバレバレかもしれないちょっと置いといてね、えー、ただ「う」はこれ1個しかないじゃないですかズバリポーンと、うん、だから要領というところねちゃんと押さえてる人にしてみれば「おいおい」って感じねなんだこれで答え出ちゃうじゃんいう問題もあったんです、うん、まあだからね問いの五あ3番に関してはね、まあ、これは1で間違いないと思うから言っちゃうけどねまああとで変わると思いません、ねえー、だから1番じゃないのって申し上げてしまいます、うん、まあでもねやっぱりこういったスタンダードを学習してる人してみれば 簡単に答えが出るものものありました、まあだから法令はねやっぱりここで特定をしてもらいたいんですけど、えー、っといわゆるマンション解消試験としてみればねまあだから改正点は皆さんしっかりやったと思うただね、えー、配偶者居住権について、ね、まあ細かいところまで事細かに学習した皆さんってあまり多くないと思うだから法令につきましては割と解きにくか,かった問題が多いかなって印象はあるんです。 ただね、試験というのはこれはあの相対的なものですよね相対的なものまあだからねええー、の例えば配偶者居住権ねいやばっちりやったよと本当に深いとこで奥の奥までやったからねあの2つの問題楽勝だったって方もいらっしゃるかもしれないだそういう方がですねじゃあ他のテーマです個人ネオ賞やったとかねでもしそれを全部網羅している方がいらっしゃった場合にはまあそれはよっぽどねええー、努力をなさった方でしょうからね えまあその方はただ他かの皆さんがね、えー、相対的な評価としてじゃあ5割以上の皆さんが配偶者居住権について死ぬほどやったかっていうとそうは思わないんです。えー、だってほにもね民法なんか、ね、時効も改正ありましたよね。ええー、だ時効をしっかりやった皆さんいらっしゃると思いますよ。えー、まあ今回ね残念ながら時効についてはねズバリというのはなかったということになってますがそういう方もいらっしゃったと思う。だ相対的ななことを考えていくんであるならば やっぱりみんなができない問題は皆さんができなかったって気がします。まあそういうことでございますからねえっ、ー、と今回皆さんね後で復習なさっていただいてねあこれできたはずなのにっていういわゆるケアレスミス、えー、それがなければね、まあ、今回法令に関しましてもねそんなに差は開かないからと思うんです。えー、ただどこまでいきましてもねみんなができる問題、えー、受験生の皆さんね今回1万4400人ぐらいの皆さんがね まあ申し込みなさってますだからねその皆さんの5割ぐらい何千人か何千500人ぐらい皆さんができるような問題、えー、それができるようになっていればね、えー、これは合格はできるはずなんでまあですからね皆さん、えー、まあ終わったあとね、えー、まあなんかこうね、えー、印象としてねうわー難しかったって印象あるかもしれないおそらく皆さんそう思ってます。なんんだか簡単じゃんってねね特にに法令に関しては、ね なんだ楽勝じゃんっていうね全体ですで。16問から17問ぐらいはね、えー、楽勝だったっていう方は多分多くないと思うんであまり皆さんねそういったねえー、印象です。わあ難しかったどうしようとかねいう印象は持たない方がいいかなと思います。えー、だからねもうやることをやって、ね、まあ人事を尽くした以上あとはね1月15日の発表をね皆さん待っていていただければと思います。で、え、は、ー、お時間になりましたんでね まあ法令の解説講義ね、えー、こちら回答速報ですね、えー、ここで以上とさせていただきましょう皆さんお疲れ様でございました。